まず目線ですけれども、今これは椅子の上に座ってるんですけれども、左麻痺ですから、こう自分がまっすぐ座ってるのはこちらの方向、これがまっすぐのこの方向に体が向いてるんですよね。でこれちょっと足揃えて、この状態で自分がまっすぐだっていうのは、これは感じがまっすぐなんです。でそれは矯正かけないと絶対治んないんで、ここのところの腰ですよね、腰をグーッと、ここです、これ分かりますか、右にひねっていって、こうですね、ここを前に出す感じ、ひねって、あーすいません猫が鳴いてる、こうですね、今こうカメラがこの状態になってるから、こう回ったと思う、これで今まっすぐになって、ここの口が前の方に出て、口が回転した状態で、これがまっすぐなんですね。でこれがまっすぐ状態になって、でこの時に手をですね、ぐーっと向こうの方に伸ばせば、体軸が左に向いてて下がってますので、こちら、ね、でこれ今補正かけますよね。でこういうの補正かけて、こう上げるわけです。上げるともう、こう完全にこれで水平の方向になって、まあ治る。足はこの状態の時に左がこう開いてる状態、完全にこうやるとちょっと違和感がありますけれども、この状態で左の腰のところがグッとこっち、まあここがこれが要は浮いてる感じになるね。で右と左と違うから、どういう矯正がやればいいかと、足をまっすぐに揃えて、で今左向いてますので、この腰を回してグーッと矯正かけて、これまっすぐで、あの左は下がりますね、これを上げて、今微妙にいったと思う、この状態に治って、まあ歩きとか、まあ、直せばうまくいくんですけど、それを直さない状態で歩きとか連れていてやるともう大変な状況になってて、もう見たらもう目も当てられない感じで、まあ、この状態で、何度言いますか、こうなってね、最初今ずれましたね、これ補正かけるとこういうふうに切って、こう今上上がったと思う、この状態へ体を持ってこないとダメっていうことです。終わります。